って。続いて。いやらしい。いやらしい。まあ、これは、アイナ。アイナに任せるはいやらしい。アイナ、どう？いやらしい。ミルキーたまにいやらしい目するよな。え、してない。してるしてる。アイナやで。今日もアイナ見るとイチャイチャして。なんか舐め合いみたいなしてて。違うんですよ。気持ち悪かった。あの番組の収録がありまして、はい、私の左にミルキーがいて、うん、私の右にミルがいて、収録の合間のちょっとした休憩とかになったら、うん、すぐ二人がアイナの方ニョキって向いて、うん、ペロペロペロってして、なんかベロ出して、なんか狙いを定めたかのように。うんうん、ほんで二人して襲ってきて、アイナのほっぺたを、ペロペロ舐めて、私のほっぺた両方ちょっと濡れてたっていう。違うね。あれはミルのせい、ほんまに。だってミルが、ミルキーミルキー、一斉のでとか言って、やろうとか言ってきたから。いや、それに乗ってるミルキーもどうかと思うよ。はい、あ。あ、ほんまはあのことやりたくなかったやな。よう言ったな。最後までミルキーの方がやってたぞ。ほんまにいやらしいねんから。あいな、ミルキーの方がいやらしいねん。めっちゃ喜んでたから。またそうやってそんなこと。めっちゃキャッキャ嬉しそうに笑ってたからね。言ってない。ほんまに。ほんまに。噂が流れるでしょ。じゃあ次。一夜漬け。一夜漬けか。一晩も漬け込んだらいい漬物ができるよね。あ、そっちか。奈良漬けとか。うん。奈良漬けは苦手やね。奈良漬けはああいうのもちょっと苦手かも。うん、浅漬けが一級里の。ああ、美味しい。はい、一夜漬けって、まあでもそれじゃない気がするけど。え？何？あれじゃない。テスト勉強一夜漬けとか。ああ。ああ。なんやねん、そのちょっとバカにしたような目は。え、したことある一夜漬け。一夜漬けある。副教科とかやったら。うんうんうん、ああ、テスト前の一夜漬けの副教科の。あるわ。5教科やったらいけるわって言って。あるある。5教科は結構前からやってて。ほんでいけちゃうねんなこれが。ってやつやろ。天才は困るなほんまに。あ、そう。保健体育の授業で、うん、そういうさ、やらしいさ、うん、授業あるやん。ちょっと。中学校の時に。うん、保健の授業で。保健の授業で、うん。保健もさ、副教科のテストあるやん。うんうん、でそういう時に、私別にちゃんと勉強してたよ、ほんまに、うん、副教科も、うん、だから副教科も点数が良くて、ちょうど保健のテストが学年トップで99点取ってしまって、すげえ。それからなんか友達にエロいとか言われてしまってめっちゃ嫌やったし。いやでもそれは勉強したんだやろ。そうやで、勉強したやろ。じゃあ大丈夫、全然やな。あ、ミルキーは元からでもいやらしいな、そういう才能があるんじゃん。そうやったらどうしよう。ほら、またそうやって。まあ結論、ミルキーはいやらしいということです、皆さん。まあいやらしくはないけど。セクシーになろう。いやいや、違うで。セクシーとは違って、いやらしいねで。いやらしい？いやらしいってなんなん？結局。結局？セクシーとは違くない？いやらしいって変態みたいな意味やんな、結構。まあちょっと変態に近いかも。まあ変態ってことは認めるよ。変態だもん。変態な。変態。あ、もう言っちゃっていいの？多分結構な変態。だってゆーりちゃんとか、うん、そういうロリロリした子が好きで、うん、なんか芦田愛菜ちゃんも大好きで、うん、もう色気を感じてしまうから。え？芦田愛菜ちゃんとかにも？そう。だから結構な変態やから。いやもういやらしい目で見てるからや。いやらしいかもしれん。うわぁ、エロミルキーやな、じゃあ。それ、略してエロキーな。はい。じゃあ、これからエロキーって呼ぶな。はい、ということで頭文字イについてのトークはここまでです。やって、続いて、いやらしい。いやらしい。まあこれはアイナ、アイナに任せるはいやらしい。アイナ、どう？いやらしい。ミルキーたまにいやらしい目するよな。え、してない。してるしてる。アイナやで。今日もアイナ見るとイチャイチャして、なんか舐め合いみたいなしてて。違うんですよ。気持ち悪かった。あの番組の収録がありまして、はい、私の左にミルキーがいて、うん、私の右にミルがいて、収録の合間のちょっとした休憩とかになったら、うん、すぐ二人がアイナの方ニョキって向いて、うん、ペロペロペロってして、なんかベロ出して、なんか狙いを定めたかのように、うんうん、ほんで二人して襲ってきて、アイナのほっぺたをペロペロ舐めて、私のほっぺた両方ちょっと濡れてたっていう。違うね。あれはミルのせい、ほんまに。だってミルが、ミルキーミルキー、
一斉の腕とか言ってやろうとか言ってきたから、いやそれに乗ってるミルキーもどうかと思うよ。はあ、あほんまあのことやりたくなかったな。よう言ったな、最後までミルキーの方がやってたぞ。ほんまにいやらしいねんから、まあ、ああいうのは喜んでたから、ミルキーの方がいやらしいねん、めっちゃ喜んでたから。またそうやってそんなことめっちゃキャッキャ嬉しそうに笑ってたからね。言ってない。ほんまに、ほんまに流れるでしょ。じゃあ次、一夜漬け、一夜漬けか、一晩も漬け込んだらいい漬物ができるよね。あ、そっちか、奈良漬けとか。うん、奈良漬けは苦手やね。奈良漬けはああいうのもちょっと苦手かも、うん、浅漬けがいきゅうりの、あー美味しい、はい、一夜漬けってまあでもそれじゃない気がするけど。え、何あれじゃない、テスト勉強一夜漬けとか。あー、あなんやねんそのちょっと。